旭川市総合教育会議における教育委員会からの説明や、その後、教育委員会に求め提出された詳細な資料の精査、女子生徒本人のいじめられているとの SNS でのやり取りや、民間の相談窓口への相談など、情報等を踏まえ、私としてはいじめであると認識いたしました。なお、いじめと当該生徒が亡くなったこととの因果関係につきましては、今後、第三者委員会で調査、検証されることになると考えております。これまでの経過につきましては、教育委員会が把握していた事実と報道された内容に相違が見られ、当該生徒がいじめにより重大な被害を受けた疑いが生じたことから、令和3年4月22日に総合教育会議が開催され、前市長から第三者によるいじめ等に関する調査も念頭に、事実関係を明らかにするよう考えが伝えられ、4月27日に開催した定例教育委員会会議において、重大事態として対処することとし、事実関係の解明や同種の事態の発生防止のため、現在、旭川市いじめ防止対策委員会において調査が進められているところでございます。また、いじめの重大事態に関わる調査につきましては、当該の中学校に通う生徒や保護者の皆様の安全、安心を確保するとともに、本市の小中学校の教育が円滑に行われるために、早期の真相解明はもとより、中間報告を行うなど、進捗状況に関する適切なご遺族への説明などが必要であると考えております。また、いじめの有無についても、調査報告書をまとめる前段として、事実関係が整理された段階で、いち早く明らかにしていただきたいと考えておりますが、そのことについては、第三者委員会が判断を行うものと認識しております。リーダーシップについてでありますが、総合教育会議での考えを、私が第三者委員会の委員長にお伝えすることや、調査が円滑に進むよう、遺族側と第三者委員会との間を調整すること、また、第三者委員会の人選につきましては、明確な法的根拠に基づくものではありませんが、子どもの人権、生命に関わることについては、市民から選ばれた市長として行動すべきと考えているところです。最後に、いじめ SOS110 番の開設につきましては、全国の自治体で行われているさまざまないじめ相談対応組織や、その取り組み内容を参考に組織体制の構築を行い、私が相談内容を確認するとともに、私の考え方も伝えながら、教育委員会と連携して問題解決に取り組んでまいります。